きチャンネル。ちょちょちょまげ、ちょちょんさつざき、ひき肉です。総チェック。なんか流行ってるらしい、流行ってるんでしょ。大流行してる。大流行してるでしょ。俺も今1秒前に知ったけど。めちゃめちゃ流行ってるんです。流行ってる。はい、でも今見てる子は大爆笑してる。そうなん。見てる方はね、はい、世代が一緒なんで。そうそうそうチェック、そうチェック、そうチェック。そうそうそうチェック、そうチェック、そうチェック。そう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 チェック。はい。何人の人が分かってくれてるやろな今。そうですね。うん。これこいつ何やってんねんと思ってる人も下手したら7割ぐらいいるやろな。いや今いないと思う。いないの。いないっす。いない。はい、知ってるのが7割だと思います。そうなん。はい。俺知らん部類やで。そうなんですよ。流行ってんの。むちゃくちゃ、ちょうどこのチャンネル見てくださってる世代は、うん、年齢的にはもうもろかぶりです。そうなん。はい。へえ。今はすごいっすよ。ゼイリクです。俺それでいこう。ゼイリクです。行こうか。いいっすね。よくない。ゼイリクですって。俺こんなか、俺ちょっと言っときちゃおうかな、それで。いいんだ。ぜい肉ですっつって。で、袴さんに言うじゃん。脇見せですっつって。どう、皆さんどうですか、反響良ければやりますよ。さあ、総チェックだよ。ちょまげじゃないんだよ、これ。さあ、ということでね、8月14日、木曜日。まあ、こう4試合しかなかったからね。あれですけども、多分試合がなかった阪神の皆さんも見てくれてると思うし、ドラゴンズの皆さんも見てくれてると思いますし、楽天日本ハムの皆さんも見てくれてると思いますけどね、試合なくてもね。今もうあれだから、耐久レースだから、こっからは諦めてダメ、見ることを、ね、さあ、ということでまずはパ・リーグからね、西武がね、オリックスと、1対5でオリックス、0対3で、オリックス、そして0対5でオリックスということで、オリックスが何十年ぶりかの7試合連続1失点以来っていうね、グケえぐいね。誰が投げても点取られないんだよ。これがまだね、宮城、山本、山下だけが取られないとかだと分かるけど、誰が投げても取られない、しかもリリーフが誰が投げても取られないっていうところで、まあ、この試合もね、先発宮城、9回117球4安打12奪三振無四球完封、ピッチもう言うほどない、ね、で、西武先発隅田6回105球7安打4三振2四球4失点というところで、まあ、この3回の4失点だけだったから、まあ、この回もね、8番野口が内野安打で、この9番広岡の時にね、ワイルドピッチ、あれはね止めなきゃいけない、弾きすぎね。で、セカンドに行って、で、広岡のね、ここ、進塁打打たなきゃいけないところ、ね、緩いカーブを打とうとしてたのかな、なんか、打つ形見てたら、ちょっと打とうとしてたような気もするけど、気がなかったのかもわかんないけど、遅いからヘッド返っちゃったみたいなね、カーブだから。で、それでサードボテボテ、このサードボテボテの間にね、しっかり野口がね、三塁行けたのはね、ぐっそりだね。で、その後、渡辺がフォアボール、で、宗が先制タイムリーからの中川がスリーランホームランっていうところで、一気に4点っていうね。だからまあこの渡辺のフォアボールが痛かったね。ここしっかり攻めてたら4失点はひょっとしたらなかったかもわかんないけども、このフォアボールっていうところがねちょっと痛かったかなっていうね。まあランナー3塁に行って失点したくないっていう気持ちがね、結構先走っちゃったかなっていうね。で、オリックスはね、7回の表にね、ワンアウトから渡辺がライト前ヒットで、ここで盗塁するんだけども、まあキャッチャーからの送球を源田が補給ミスっていうかね、源田の足にね、足に当たるっていう、まあ、あれね、まあ、多分ワンバンがノーバンがギリギリのところで、まあ、ギリギリノーバン、キャッチャーとしたらもう最高の送球だったと思うんだよね。で、それを源田が入りに行った時に右足に当たっちゃったんだよね。グラブより先に右足にバッと、どうしたんやっていう、源田らしくない グラブでまだ弾くだと分かるけど、多分グラブじゃなくて俺足に当たって弾いてると思うんだよね、映像何回も見たけど。で、ランナーがね三塁まで進塁して、中川がねセンターにタイムリーヒットっていうところで、もう4点ダメ押しっていうところで、で、まあ西武としてはね4安打しか打ってないんで、正直ほぼチャンスもなかったから、まあ完敗っていうね、ところでしょうか。まあ西武はねこう3連敗、オリックスは優勝に向けて3連勝っていうところでね、ゲーム差 8.5、 もうこの週末にねマジックが点灯するんちゃうかって言われている中で、ここに来て非常に強いで、西武はですね、
今5位、最下位日本ハムに 0.5 ゲーム差、そして残り33試合、現状48勝61敗、殺菌13、3位まで 7.5 ゲーム差で、楽天までが 2.5 ゲーム差。そうですね、言いにくいんですけども消化ゲームです。今現状ソフトバンクは貯金に最低でも、5割まで行くためには残りですね23勝10敗です。33試合で23勝10敗でちょうど71勝71敗になります。でもそれでもソフトバンクが5割で行かれたら届かないんですけども、まあ、最低でも23勝10敗ですっていうことで言うと残りそうですね全カード勝ち越しですね。最低でも1週間に2回全部の週負けたらいけません。西武は1,2,3,4,5 約6週あります。6週残り6週あるんで約1週間に2回負けたら12敗になっちゃうんで、だからまあそうですね、この8月残り6連戦5勝1敗ですね。ノルマ、まあ、それができるかどうかっていうところですけど、まあ正直今の現状を比べると、しかも楽天抜かなきゃいけないからね。これが今楽天の立場だったら上1個だけだからまだ7ゲーム差ワンチャンあると思うんですけど、楽天も追い抜いてたから、ソフトバンクと楽天が両方負けなきゃいけないから、まあなかなか厳しいですね。まあ正直もう消化ゲーム突入してるとさっき思います。オリックスはもうほぼ間違いないっしょこれね。残り34試合で14勝20敗でも80勝乗るもんで、14勝しかできなくてもロッテが80勝するためには24勝12敗きついな。これもうオリックスもう本当15連敗18連敗ぐらいしなかったら大丈夫やろっていうぐらい来てますね。さあ続いて、ロッテ対ソフトバンク。このロッテ対ソフトバンクも2位3位ある、まあ、正直ねもうぶっちゃけ現実的に考えるともう1位オリックスで、楽天もちょっとねこの日本ハムに負けすぎたっていうところでソフトバンクに5ゲーム差、まあ、でも楽天に至ってはまだソフトバンクと直接対決が10試合あるから、まあ、ここでどうなるのかっていうところもあるけど、5ゲーム差っていうことは10試合残り10試合を5ゲーム差8勝2敗でいかないと覆せないの。直接対決まだあるっていうけど、どう5ゲーム差は7勝3敗だったらひっくり返らないんだよ、用地が縮まらないからね。8勝2敗でいかなきゃいけないっていう、まあ不可能じゃないけどかなり厳しい戦いになるのよ。直接だから簡単に直接対決あるって言ってても5ゲーム差を縮めるのってめちゃくちゃ難しいから、ね、そう考えるともう楽天がギリだけどもうぶっちゃけもう2位3位対決になっちゃってるのかなっていうねところはある。まあ本当にワンチャン首の皮一枚だけ楽天がある感じだけども、その中でソフトバンクはこのねロッテの3連戦めちゃくちゃ大事だったところをなんと1勝2敗で負け越すっていうね、ロッテとしてはここね、先週の週末の楽天戦そして今回の、ソフトバンク戦、この一番大事な A クラス争いのところを2勝1敗2勝1敗4勝2敗で勝ち抜けたっていうのはね、めちゃくちゃこの2位指数にとったら大きい、まあ、もちろんね1位を狙っていこうだろうけど現実的に考えたらちょっとオリックスを追い抜くのはね、オリックスをとも残り10試合残ってるんだよね。ロッテは直接対決がだから10試合残ってるんだけど 8.5 ゲーム差を10試合で追い抜こうと思ったら10連勝しなきゃいけないんだよね。9勝1敗でも 0.5 追いつかないんだからね。そういったところでもまあちょっと現実的になかなか難しいっていうところで2位死守、このね24日の試合5対4で勝てたっていうのは非常に大きかったかなっていうね、まあ、この試合もね、ロッテ先発、三馬6回101球6安打7三振2四球4失点っていうところでなんと初回4球、4分で、3点取られました、ね、解説言ってましたけども、まあ、三森ねカーブをセンター前で牧原セーフティーバンド、これ牧原セーフティーバンド三森あじゃあ三馬ね遅かった、もう一歩目からベースカバーがあれスムーズいってたら、まあ、ギリギリどうかっていうところだったけど、でこれで柳田に初球のカーブホームラン打たれて一気にもうね3、4分で、4球 で3点取られたっていうね。でその後ね4回表に近藤がねバックスクリーンのホームラン打って、この4対0でもうこれ勝ったなソフトバンクと、流れ的には
ていうね、ところでソフトバンク先発和田ね、5回75球5安打4三振1四球1デッドボール2失点っていうところでね、これも勝ったなと思ったらこの4回裏にね、先頭ポランコがツーベースね、これまあずっとインコース攻められたけど、アウトコースをねセンター左横に打ったところで、ちょっと牧原がね右中間寄りに守ってたからちょっと追いつかないでこのツーベースになっちゃったっていうね。でここでね左キラーの石原がまあね最悪でも進塁だっていうところでしっかり右打ちをしつつ中でライト前ヒット、これはねナイスバッティング、最高の結果で、ノーアウト一三塁から安田を三振するけども、ブロッソが犠牲フライを打って、まあここね最低限1点を取って、で5回の裏にも先頭岡がデッドボールっていうね、よくなんかね岡のこのデッドボールが肘出してんちゃうか、さぞに解説でも何も言わへんけども、肘出してることなんで何も言わへんねやって言うけどもね、仮によあれが違反だったならばデッドボールになってないのよね、肘出そうが出さまいがデッドボールって言われたらそれ違反じゃないわけよ。お肘出してんじゃねえかよ。でも審判は何も言ってないわけでしょ。それを解説の俺がよ、解説しながら、いやー今肘出してますね、これデッドボールじゃないでしょうとは言わないよね。こうね、だからああいうのももう全部肘当てつけてるからね、みんなまあ怪我しないために肘当てね、なんか固定ね、いろんなところにつけてるけども、それはもうつけてんだから当たっても痛くないから避けないよね、正直ね。だからそうなり得るわけよ。でもあれがもし違反なんだったら審判は違反やってないけども、これもあの強打のスライディングのやつと一緒なのよ、故意か故意じゃないかっていうね、もうそういう逃げ方のパターンもあるしね、こういう風にやるパターンもあるし、故意じゃ故意じゃないか、故意か故意じゃないかって判断しにくいわけ、ああいったところはね。でだから佐々木は何も言いませんでしたっていうね。でなぜなら佐々木もそんな怪しい疑いのようなやり方やってても何も言われたことないんでっていう、だから言います、技術習得した方がいいですよって怪しいやつこうね、こうあるじゃん、こうやらない限りでこういけるからね、だってこうよける、こうなってたらこうよけるからね、そしたら出してるように見えるじゃん、こうよけるかこうよけるかの違いだから、こう構えててこうやってよけたら出してるように、これだからわざと出してますかっていう、みんなもこうやってやってみて、こうやってこうやって避けるかこうって避けるかの違いだけだから、とっさに高め来たっつったらこう避ける人もいるわけよ、昔だったらこうなった時にそれわざとかってなるんだよね、正直ね。それはちょっと一概に言いにくいっていうね、みんなもやってみて常にこうなるかっていう避けるものがね、こうなるパターンも多分あると思う、顔を防ぐのに、ね、大げさで言うとよ、それをわざとかわざとじゃないかってちょっと言いづらいよね。で藤原フォアボール、この藤原のフォアボールがねやっぱ話題痛かったね結局ね。でその後藤岡が送りバント決めてワンアウト3塁から、もうこれはねあのまだ3点差あるっていうところでソフトバンクの守備陣ね、もう後ろ下がって1点 OK っていうところで、まあ、セカンドローに1点入るっていうね。でこれは結局ね解説中も言ったけども、これ1点やってもいいよっていうところで後ろ下がって、その中できっちり1点取っていくことでボディーブローのようにね後半効いてくるかもしれないっていうところで、まあ、6回裏ね、ピッチャーね和田から武田に変わるんだけど、ここの武田のスイッチで、まあ、これ、まあ、結果論になるかもしれないけど、この後ね、ワンアウトから安田レフト前ブロッソーがね、ツーベースで田村がセンター前タイムリーヒット打って岡がレフト前タイムリーっていうところで一気に同点になるんだけども、でその後ねワンアウト一塁から三森のねショートライナー気味のやつをワンパンで取ってファースト先アウトにして、でランナー走らせないでセカンドランナー封殺にするっていうのはね非常にうまかったね、あのプレーね、4-3-5-6にタッチアウトっていうね、これはね三森の頭脳プレー、ナイスプレーで、僕結局これ同点に打ち取られるんだけど、これなんかあの藤本監督のなんか会見のなんかインタビュー記事に載ってたんだけども、そのオスナがちょっと体の張りで9回投げれなかったと、だから本当だったら6回甲斐野行く予定だったけど前田でオスナが投げれないことによって武田に変わったっていう風な説明してたんだけども、いやそれだったらよ、いやわかんない、これはねもし和田に何かあったのかもしれない、でチーム事情何かあるのかもしれない、だからそこの仲間でのことはわかんないけども、後ろが投げれないんだったら普通に考えたら、もう俺は凡人だからね、その中凡人の考え方からすれば、後ろがもし投げれないんだったら先発を長く投げさせて後ろをの人数を絞ろうって多分すると思うんだよ、それを後ろがいないから
誰かを付け加えて、まあ、それは不測の事態があったらそうせざるを得ないけども、でも和田がまだ75球しか投げてないから、それだったら6回もう1イニングいけたんちゃうかって俺は思うんだよね。まあ、そこがね、もしなんかメカニックのことだったりとか、あまりにも疲労がどってきたとか、どっか痛めたとかなんかになって投げれないから変わったっていう可能性もあるから、一概にそれを交代がどうなんやっていうことはできないけども、でももしオスナが投げれないからリリーフがちょっと数足りなくなったっていうんだったら、75球の和田をもう1イニング投げたところで多分100球いかないと思うんだよね。その6回まで、まあ、こう結果論になるけども、それだったらオスナが投げれないんだったら投げさせてもよかったんちゃうかって俺は思うけども、皆さんホークさんの皆さんどう思いますか。でね、7回ね、ワンアウトから中村ライト前ヒット、ポラークアウトになるけども、ツーアウト二塁からね、石川慎吾ね、詰まりながらもね、セカンドの頭の上、右中間いいところで、もうホームに投げれないね、勝ち越しのタイムリーヒット、グッパって、そして初ヒーロー、よかったね、トレードできてね。でしっかりね、これ逆転して、しっかり逃げ切るっていうところで、まあ、ロッテはね、2番の後、坂本ね、横山、増田とね、まあ、ランナーね、増田は最後ね、パンパンパンってシャットアウトしたけども、まあ、坂本も中、横山もね、ちょっとランナー出しながらピンチを迎えるけども、そこ最後ね、粘り強く踏ん張ったっていうところでは非常に良かったんじゃないでしょうか。でここね、前 の, あの木曜日のね、総チェックの時にね、デスパイネ使うぐらいだったらリチャード出した方がいいちゃうかって俺は言ってたけども、リチャードフォークのワンパン振ってストライクゾーンのストレートを振り遅れて、もしくは見逃して、いやもう、まあ、回数でもちょっと厳しめに言ったけども、もう 何がしたいのか分かんないんだよ。あのもうそれだったら、いやもう変化球、低めの変化球ブンブンバルで振ると、でもよくねプロ野球がこいつ強すやなっつってね、もうやりやなっつって、これまっすぐだけやなってよく言ってたんだけども、それだったらまっすぐはガボーンとかね、ヒット打てなくてもレフトの方にいい当たりするとかっていうところをね、見せてほしかったね。フォーク振ってもいいからね、フォークも空振り、ストレート振り遅れ見逃し、じゃあ何がしたいんやって思って、こう周りもねちょっとこのがっかりするパターンになるからね、もうちょっとそこはね、どういうバッティングをするかしたいのかっていうところをね、もうこっちは捨てるけどもこっちは行くよみたいなね感じのを見たかったなっていうところで、まあ、2軍ではホームラン打ってんだからね、まあ、俺は率はそんなに期待してないわけ、2軍でも打ってないから、でも当たったら長打あるよっていうところのね魅力をね見せてもらえるように、またね、期待してるからこそね、厳しく言うけども、頑張ってもらいたいと、思います。まあ、結果ねロッテとしては大きな、ソフトバンクでは痛手なね2勝1敗でロッテの勝ち越しっていうね、ところになりましたね。さあ続いてDeNA 対広島、ね、22日は0対5で広島、23日2対5で広島、広島3連勝なるかっていうところでね、24日3対1で DeNA っていうところで、まあ、DeNA 先発東ね、7回97球5安打3三振無四球1失点っていうところで、まあね、11勝今原田ダービートップ、この試合ね、10勝同士の床田東の投げ合いっていうところで、まあ、どうなんとかっていうところではね、まあ、東がしっかり投げ切ったっていう中で、まあ、DeNA はね2回裏、ね、先頭山本がレフト前ヒット、西浦三振になるけども東が送りバントを決めて、太田がねレフトで先制タイムリーヒットってなるんだけども、これねセカンドランナーね山本ね、あの太田がねレフト前打つんだけども、レフト西川があの取った時にはまだ山本ね三塁まだ3歩ぐらい手前で回ってなかったわけだから、ここはねもう DeNA としたら、まあ、ツーアウトだしね、まあ、ちょっとでもそれたりしたらセーフになるためにもう思い切って回したと思うの、この判断は俺は正解だったと思うの。でもその西川の方面の返球がなんと2バウンドになって送球も弱くなって、二塁ランナーを返してしまうというところでは、あのタイミングでアウトにできなかったらきついから、あそこはもうちょっとしっかりしたね方面の返球というところが欲しかったかなと。で2回裏ね、ワンアウトから牧レフト前で、外がね、ポール直撃のスリーランね、でこの3点を取って、まあ、この3点を、ね、まあ、あの東が守りきったんだけども、まあ、広島は、ね、5安打っていうところで、7回表、ね、ワンアウトから西川がツーベースでディビッドソンが、ね、タイムリーヒットっていうところで1点取るけども、まあ、ここが限界だったかなと。あとはもうね、シャットアウトって感じで、まあ、6回ね先頭出たりとか3回のも、ね、先頭出ていくけどもね、まあ、それをチャンスメイクできなかったなっていうところでは、まあ、東のね素晴らしいピッチングっていうところと、8回9回ねウェンデルが森原っていうところが完璧に抑え切ったっていうね。で広島先発とかだね、5回79球7で4三振1球3失点っていうところで、まあ3失点で、まあ、まとめてるっていうのまとめてるからね、まあ、ちょっと攻められない、これはもうね東の好投がね導いた、DeNA の勝利かなと。まあ、DeNA はねこう3連敗するわけにはいかないと、もうねこう3位死守やと、いうところで、まあね、これもう3位争い粘り強く、カープもね
別に DeNA との戦い2勝1敗悪くないんだけども阪神が負けないからね。これね広島が悪いっていうよりね阪神が強すぎるっていうね、ところです。さあ続いて、巨人対ヤクルトね、22日8対4で巨人、23日4対3で巨人で、この2試合のね評論は、まあ、昨日の動画で出てるんでね、ぜひジャイアンツファンの皆さんそっちも見て合わせてみてください。で、24日5対4でジャイアンツっていうところで、まあ、ジャイアンツはね、3連勝っていうところになりましたけども、まあ、この日ね、ジャイアンツ先発ね、赤星これもねあの昨日グリフィンがね本当は今日ねこの試合菅野が投げる予定だったけどもグリフィンが打撃練習中にね頭にボールが当たったっていうところでね登板回避して菅野が男気で、登板というところで1日前倒しで先発をしてそこに空いたところがね、赤星ね、緊急先発というところでチャンスを得てどういうピッチングをするのかというところで7回116球3安打8三振2球1デッドボール無失点とピッチ素晴らしい。でもとなんかねまっすぐ良かったね、力もあったしなんか久しぶりにっていうか赤星が新人時ぐらい以来のあのストレートの生きる良さ、まあ、それ以降はなんかちょっと小手先で動かして抑えていこうみたいななんか無難に抑えようみたいな感じだったけども、まあ、このねファームに行っていろんなことを取り組んできたっていう成果がね非常に出たストレート、あれもあんだけストレート力強かったらインコースもつまらして外っていうねもともと制球はいいだけだからこういう風にね散らばして多彩な変化球で抑えるっていうところのよりね威力が増してくるから、で山崎よりとかもそうだからね、シュートスライダーっていうところの横の揺さぶりっていうところはあるけどもパーのストレート力強いストレートがねその後のフォークとかにも生きてくるっていうところを考えるとねこのあの赤星のねストレートは魅力的だしあれをね常にしっかり投げれるようにすることがね今後の飛躍につながるっていうところではねこの試合は、ね、本人にとったらいい分岐点になったしね、まあ、巨人としては不足の事態だったけども本人としたらねチャンスが出てこのチャンスを生かしきれたっていうのは非常に大きかったかなと。でヤクルト先発ロドリゲスね、5回94球3安打1三振4四球4失点と、でもロドリゲスもいいのよやっぱりいいのよ、これはね本当にねいいピッチャーになりそうな気がする、自分から崩れなければ、もう自分から崩れるパターンの選手です、ムラあります。はい、ジャイアンツはね、2回裏ブリンソンがねライトスタンドでホームランを打って、まあ、先制するんだけども、まあ、ロドリゲスもその一発だけだからね打たれてるのね、別に全然悪くもなんともないのよ。それがよ6回突然です、突然忍び寄ります、魔の手がね、もうピンチは突然にっていうね歌じゃないです。門脇フォアボール、秋色フォアボール、そして岡本フォアボール、なんと奇跡の3者連続フォアボール、いきなり乱れるっていうね。で、ここでピッチャーがね、ロドリゲスから大西に変わるんだけども、坂本が犠牲フライ、そして丸がスリーランホームランっていうところで、一気に4点、5対0、ゲームセット。ね。まあ、その後ヤクルトはね、8回に山田のタイムリーね、先頭代打宮本がツーベースで、山田がタイムリーヒット打って、沢井がデッドボール。で、ここでよ、このノーアウト1、2からね、で、オスナ、村上、サンタナとクリーンアップいうわけじゃん。ここで一気に3、4点取れるチャンスあったわけ。それをオスナサードゴロ、村上三振、サンタナセカンドゴロっていう、このチャンスを生かしきれなかったっていうところが、まあ今日の試合の範囲だね。これ、この試合5点差あったけど、この8回ね、一気に3、4点取ってっていうところはね、チャンスあったよね。で、9回でもね、川端のライトスタンドでツーランホームランっていうところでね、まあ5対3と、まあ追い上げていくけども、まあ、このね、チャンス的に言うと8回のね、このチャンス、もうちょっとヤクルトはね、パッとね、行きたかったっていうところもあるし、まあ、ロドリゲスのね、フォアボールは突然にっていうところで、あの3四球はね、やっぱり痛かったかなっていうね。で、ヤクルト3連敗、ね。で、ヤクルト今5位、3位巨人まで9ゲーム差、残り5割で行こうとしたら31試合、24勝7敗です。残り24勝7敗。だから、週1回だけ負けてます。あと6、7週間あるんで、週1回だけ負ける。あとも全勝です。残念なお知らせあります。数字上はもちろん可能性あります。消化ゲームです。これはもう仕方ない。ね。まあもう、セ・リーグは3、4位、巨人、DeNA 争いかな。ヤクルト、ドラゴンズは消化ゲームです。パ・リーグも西武、日本ハムは消化ゲームになります。仕方ないです。だからといって別にね、試合を諦めるわけでもないですし、来季に向けていろんなことを試す必要性もあるしね、ヤクルトなんかね、北村沢井とかね、いい若手が出てきてるからね、そういった選手がここまで成長してね、一気にまたヤクルトのね、カラーっていうのが変わる可能性もあるし、日本ハムもね、また万波がホームラン打つっていうところもあるし、若い選手たちね、いっぱいいるっていうところではね、また来季に向けては楽しいところもあるしね、お客さんもいっぱい来てるし、ね、いいところを見せてもらいたいっていうね、ところではね、まあ仕方ない、現実的にはパ・リーグは2、3位争い、パ・リーグは3、4位争いか、
現実的なところかなと、ねまあ、この佐々木の意見を取ってですね、ふざけんなとね、で、予想を覆すね、また終盤、ドラマがあればさらにプロ野球も面白くなるんでね、全チームの皆さん頑張ってもらいたいと思います。ということで総チェックおしまいです。さよなら。ちょんまげちょんまげちょんまげ佐々木。